私の後ろにテリウス、ソジソブ、チョンインソンへ思いを告げる、真っ先に買い。見に来た、この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール MBC、私の後ろにテリウス、放送画面キャプチャー生きて帰ってきたソジソブがチョンインソンのところに来た。一日に韓国で放送された MBC ドラマ、私の後ろにテリウス、では、作戦失敗で、死んだと思ったキムボン、ソジソブ、が生きて帰ってくる姿が書かれた。爆発直前、車から脱出した彼はその後、最終島、チェジュド、ニール・コエリン、チョン・インソンのところに向かった。キムボンはカフェで働く彼女に、いいところで働いていますね。と微笑んだ。続いて彼は、エリンさんに一番に会いに来た。ただそうしたかった。僕が生きているということを一番先に知らせたかった、と気持ちを表現した。続いてキムボンはエリンの家族と食事をしながら、幸せなひとときを過ごした。